なんで息子の俺にキュービなんか封印したんだってばよ。おかげで俺ってばすっげえ大変だったんだぞ。大人たちはみんな俺のことを冷たい目で見やがるし、友達もなかなかできねえし、だから俺頑張って頑張ってみんなに認めてもらいたくってすっげえ修行して強くなって、そしたらイルカ先生やカカシ先生、エロ仙人と出会えて強くなることができて嬉しかった。でもそのせいで暁なんて奴らに狙われることになっちまって、だからもっと修行しなくちゃなんなくなっちまって、せっかく強くなれることができたのに仲間が暁にやられて、でもあれ俺何、ああ嬉しいんだか腹が立つんだかもうわかんねえってばよ。いろいろ大変だったんだよな、ナルト。すまなかった。息子のお前に辛い思いばかりさせてしまった俺が父親ずらして謝るのも違うかな。いや、もう四代目の火影の息子なんだから我慢する。